せーの。はい、みなさんこんにちは。ゆうカフェのゆうかと、すんカフェのすんかです。はい、はい、では今日は夫婦動画になるんですけども、この間私が、はい、How I Speak in Five Languages っていう、まあ、5カ国語、どうやって5カ国語、そう、5カ国語どうやって喋るかみたいな動画をアップさせていただいたんですけども、実はマルチリンガルは私だけではなくて、このすんかちゃんもマルチリンガルなんですね。はい、でおっぱも今日5 languages チャレンジしてみますか。私が、あなたが、はい、わかりました。はい、それでは1個目からいきますか。はい、日本語からじゃあいこうかっていうのは B1 の方になったので、はい、3、2、1、何を、何を話しよう。さっき言ってたやつ。こんにちは、私はあの韓国のチェジュ島で住んでるスンちゃんでございます。かわいい。あとこの子ともそろそろ結婚するので。いや、したわ。あ、したしたので、まあまあいろいろ人生が変わって、この人生はこうやっていくんだねって、あのもう決まってるんですね。だからあの、まあいいと思いますが、まあ結婚してそうやってうちらみたいになんかちょっと早くね、頑張ってあのチェジュ島でね、うん、お客さんもらって、まあ、皆さんあのゆかのこと可愛く見てください。もし行けたらここにも遊びに来てください。お願いします。あと、もしゆかの YouTube 見てきたら 20% オープン。おお、 30% は無理だよ。無理か。うん、 20%。 はい、はい、それでは次は、今日はあの私あの実は中国で6年ぐらい住んだんですね。中国語いきますか。うん、まあこの子にも中国語を教えてるんですけど、発音がね、中国語で話したら、你的名字是什么？啊，我叫李承宪，承宪。从重庆的承宪是吧？对对，从重庆的承宪，不是宋承宪，是李承宪。我在中国差不多6年，在广州读书，就是上大学呀，在那里工作呀，还有什么就是跟朋友们去玩呐。我就广州这边那个，就香港很附近有一个地方叫广州，那里有很多假货，就是买批发的那些，所以我就在那个17、18岁的时候。我就开始那个公司，开了一个公司，然后就外卖，然后就毕业大学后就去了韩国那个服兵役军队，然后那个当2年之后，然后就韩国有一个那个化妆品公司，我就那个去那个公司工作，在里面见到尤卡，然后带尤卡来了济州岛。然后来了这里济州岛这个这个地方，我们开了一个民宿的，谢谢。谢谢。OK。そしたら次じゃ韓国語いきますか。母国語なので。韓国사람인데한국말을하는게좀이상하네요。그렇죠。근데이제보시는분들은알겠습니다。한국사람이고요，원원입니다。제주도사람이고。왜젖꼭지를가리는거？아，한국사람이렇게해요。왜요？한국사람이렇게젖꼭지가려？네，젖꼭지쳐도왜니고치크비는소소소도그러면네제주사투리해보세요。제주사투리요？네네。아제주사투리는제주사투리는되게간단해요。까를뒤에많이붙이거나까까까그렇지그렇지모양스까밥먹었을까밥먹었을까머랭고람스까머랭고람스까어디감스까어디감스까그다음에개도많이붙이고개어서없어게어서없어게빨리없어게싸게싸게없어게그럼なんか俺せやな元気なく見えるな。そうあのなんか暗くなったからな。なんかこっち明るけどここ。そうだよ、逆に座ってみ。分かった。なんかこっち分かれてる。逆に座ってみようか。ほらほら、まあまあちょっとマシ。でも私明るいよ。
ちょっと今日すんちゃんの肌というかコンディション悪いのかな、なんかあの外見に関するコメントとかは避けてくださいね。ね。はい、そしたらグダグダせずに行きましょう。次は日本語、韓国語、中国語。じゃあ広東語っていうあの香港の方で喋れる言葉とかも喋れるんだよね、すんちゃんね。ちょっとだけね。はい、しようしよう。好、しようしよう。それでは行ってみましょう。你好啊。哦，你送谁啊？哦，你送谁？你食咗饭未啊？好嘞，好嘞，饭我切啦，唔该晒啊，多谢多谢，多谢多谢。OK， そしたら英語行きましょうか。英語は無理だよ。やってみよ。Hello 。Hello。My name is Sun Henry。Yeah。So great to see you guys 。So, next. No, no. Why? Why? Okay, okay. You need more, right? Where do you live? Why you live in Jeju? I just wanna open my pension in Jeju, like guest house. But it's work. So I'm opening a three store in Jeju. So it worked. It worked. Worked. まあちょっと文法は全部ね。うわー嫌いだ。はい。まあすーちゃんはなんか英語 やらないって言ってたんだけど、いやちょっとうるさいんでやめてもらっていいですか。まあやらせたのは私なので、皆さん英語はちょっと多めに見てください。はい。こんな感じの旦那がする How I speak in five languages でした。そんな感じで、まあ完璧じゃないけどね、でもまあ一応何個かを話せるってことで、お互い言語が可愛く見てください。可愛く可愛く見てよかった。それでまあこれからもその言語についての質問だったりとか動画っていうのをどんどん上げていこうと思います。さんちゃんもなんか勉強するときとか外国あの日本語とか中国語勉強したときのなんかこうこういうのやったらいいよみたいなのあったら今度教えてください。勉強するのはね、一番いいのはね、やっぱこれ。そうで、これって何？え？これか、これだな。電話だよ。まあそんな感じで今度いろいろ聞いていきたいと思います。はい。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバイ。アンニョン。ちょっと待って、インスタグラムとあとツイッターの方もフォローの方お願いします。そしてチャンネル登録もぜひぜひお願いできたら嬉しいです。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。アンニョン。